でただですね、やっぱその天文学者になってですね、やっぱ生きていくには、まあ、いろんなライバルたちがいて、でやっぱそこの中で活躍するにはですね、まあ、やっぱり自分なりに工夫していかないといけないわけですね。でやっぱそういう時に、じゃあ自分はどんな天文学者になりたいのかなって、で研究成果だけでバリバリいっても、まあ、なんか勝てる見込みっていうのもないし、でもそもそも自分っていうのは、まあ、どういう働き方がいいかとか、どういう仕事がいいかって考えた時に、やっぱその人に関わりながら生きていける天文学者っていうのが、まあ、やっぱベストやなっていうふうに、思ったわけですね。それはやっぱ会社での経験だったり、その他の、まあ、あの教育関係に携わっていたっていう経験もあって、やっぱ人っていうのが一つの、まあ、天文学と人っていうのは一つ軸にあって、やると。で、まあ、とりあえずしばらくはですね、普通に天文学者をやってたんですけれども、まあ、その生活は、まあ、その前の社会人の生活と思うと、まあ、やっぱ最高やなって思いましたね。仕事のスタイル的にはかなり自由で、まあ、生活もそうすると、自由になると。で、例えば自分はその東北大学やから、宮城県の仙台市にあったんですけれども、で東北地方やので、その時は結構そのスノーボードにハマっててですね、その雪山に行くっていうのも簡単に車で、まあ、1時間とかで行けたりするんで、その研究で大学に行く前に朝早朝ですね、朝一で雪山滑ってから行くとか、温泉入って行くとかですね、そういう生活もあの全然してて、めっちゃ楽しいなっていうのもありましたね。で、まあ、天文学者で研究してるっていうことは、まあ、世界の共同研究者とも研究するっていうこともあるん で、そうするとその彼ら彼女たちと、まあ、情報交換とかして一緒に研究するってなったら、やっぱ海外にも行けるし、研究会にも参加できるしですね。で、まあ、もちろん国内の学会にも行けるし、まあ、出張でいろんないっぱいですね、どこに行けると、日本全国行けるし、で、まあ、世界中ですね、いろんなところに行けるので、やっぱそのいろんなところに行って、なんていうか世界観というか価値観というのが、まあ、非常に広がったなっていうふうにはあの思ってます。で、まあ、もともとその人に携わりたい、まあ、教育関係っていうあの軸もあったんで、まあ、何かないかなって思ってた時に、その東北大学で、まあ、次第にですね、その運も、これも運も良かったんですけど、その教育にもですね携われるようになってきたと、まあ、具体的にはちょっとずつ授業を任せてもらえるようになっていって、で、まあ、その授業とか、まあ、あとイベントですね、その、まあ、いろんなイベントををやったり、まあ、その授業っていうのを通じて、まあ、たくさん東北大学で、魅力的で、まあ、いい学生にも、まあ、出会えて、やっぱそういう人と関わりながら仕事するっていうのは、まあ、いいなというふうに思えたきっかけで、でその時に、まあ、出会ったですね、東北大生とかはもう今どんどん社会人になっていってますけど、まあ、未だにやっぱり関わりがあったり、まあ、時々東京で、まあ、ご飯行ったりですね、まあ、いろいろお話近況聞けたりできるんで、まあ、非常になんかいいな、やっぱこういう人と付き合いがある仕事っていうのはあの楽しいなっていうふうに、まあ、思いましたね。で特にやっぱ東北大学、まあ、仙台にいたんですけれども、ちょうどその2011年東日本大震災ですね、その時にやっぱり考えたのが、まあ、被災地仙台は、まあ、比較的、まあ、軽症だったんですけど、その前沿岸地域とかもっと津波で被災してますけども、そういう被災地にいろいろ行って、まあ、天文の教育活動っていうのもやってたんですけど、まあ、そういうことをしてる中で、まあ、やっぱ結局天文学と、まあ、社会との生活ですね、あと結びつきって何やろうな、人間にとってその天文学ってどんな意味があるんやろうなっていうふうに、非常になんか考えましたね。なんか天文教育として天文学を普及したり、なんか他にもなんかできることないかなとかですね、もっとそのつながりっていうのを作れないかなっていうふうに、まあ、あの考えるようになっていったわけですね。まあ、そういう経緯から、まあ、人間に興味あったんで、人間系の研究スタイルっていうのも、まあ、取り入れていくっていうふうに、まあ、つながって行くと。で、まあ、そのいろんな学生に関わる中で、まあ、進路のサポートする機会も増えたし、その進路のサポートの自分の軸としては、その入り口から出口っていうのをですね結構重視してて、で高校生とか中学生とか、その天文いいよっつって広めたりすることも結構やってたんですけど、じゃあその子たちが
大学に進学して、じゃあ結局その宇宙を大学でやりたいっつって大学入った時に、なんかよく宇宙なんかやっても就職ないみたいなことを言われてですね、なんかその迷ってしまう子たちっていうのも一定数見てきて、だから宇宙がやりたくてせっかく高校から大学行ったのに、そこでなんか夢破れるなんてことがないように、その先までですね、出口もちゃんとサポートする必要があるなっていうふうに、まあ、思ってですね、それを、まあ、やっぱサポートするためにそのキャリアコンサルタントっていう国家資格をですね、まあ、取得して、まあ、そういう適切なですね大学生に、まあ、アドバイスするっていうようなことも経験して、まあ、実務スキルっていうのも磨いていったんですね。だから人間系の研究に加えて、で、そして人間系の実務っていうのも、自分の中で高めて行ったと。で、天文学でそのデータサイエンスとかその人工知能とかですね、そういう AI 的な知能的なスキルも、まあ、全然身につけたし、でその天文教育として、まあ、人間的な研究とかですね、まあ、インタビューとかやってたんですけど、でそれとかあとキャリアコンサルタントっていう心理学カウンセリングのスキルっていうのも、まあ、身につけてですね、そういうのを総合的に使いたいっていうふうにどんどん思ってきたわけですね。でそういう自分の研究スタイルを、まあ、突き詰めていくには、やっぱ天文学科だったらやっぱその卒業研究とか修士の研究でやっぱ天文学の、専門的な研究しかできないんですね。だからもっと自由度高くて、で一緒に活動できる学生っていうのもたくさんいた方が全然プラスになるんで、まあ、そういう意味でやっぱその私立大学にも結構その目を向けるようになったと。でそうこうしてたら、まあ、たまたまですね、法政大学の創生科学科っていうところでですね、教員の募集があって、でそこに応募したら、まあ、自分がやってるスタイルとこの創生がやってるスタイルっていうのが、まあ、マッチして、まあまあ、転職するっていう風に、なったわけです。なのでその自分のなんかゼミとしてですね、まあ、ここ一つ研究室持って大学生と一緒に、まあ、なんかその活動していく上でそういう天文学っていうのがまず、まあ、好きな子っていうのは当然集まってくるんで、その天文学を軸にしつつ、でも創生だからいろんな興味を持った子もたくさんいるんで、知能系とかですね、人間系とかデータサイエンスとか、まあ、心理とかですね、いろんな、まあ、教育もそうですけれども、そういういろんなスキルを生かしたゼミを作っていきたいなっていうのがあって、今のような学際宇宙ゼミナルを立ち上げるに至ったわけです。